皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の数学、正の数負の数の14回目、逆数と割り算についてお話しします。2つの数の積、積というのは掛け算をした答えですね。その答えが1になるとき、一方の数をもう一方の数の逆数と言います。例えば3分の2の逆数は3分の2かける、これ2分の3が1になるので、3分の2の逆数は2分の3とこうなります。また2分の3の逆数は掛け算して1になるので、3分の2とこうも言えます。カッコ2番マイナス2分の1、この逆数はマイナス2分の1かけるマイナス2が1になるので、だからマイナス2分の1の逆数はマイナス2ということになります。マイナス2の逆数は逆にマイナス2分の1とこうなりますね。この2つの数を掛け算して1という正の数になるので、正の数の逆数、これは正の数、そして負の数の逆数、これは負の数になります。この逆数、もっと簡単に言い換えると、逆数っていうのは分数の分母と分子を入れ替えてできた数と、こう考えればいいんですね。ですから4分の7の逆数、分母は4で分子が7です。これを入れ替えるので、この逆数は7分の4ですね。7分の4の逆数は4分の7、こうも言えるわけです。5の逆数はこのように整数の場合ですね、この5を1分の5と考えます。こういう分数だと考えて、逆数、分母と分子を入れ替えるので、5分の1と、5の逆数は5分の1、5分の1の逆数は5とこうなるんですね。そして割り算は逆数を使って掛け算に直して計算することができます。これは小学校6年の時、分数割る分数の計算で学習しました。括弧5、6分の5割る9分の7、これは6分の5かけるとしたら、これ9分の7の逆数で7分の9と、このように計算しましたね。で、約分できるところがあったら約分するとこうなります。ですからこの答えは14分の15とこうなるわけです。括弧6、マイナス7分の3割る12、これはマイナス7分の3かける、この12を1分の12と考えるので、逆数は12分の1になりますね。もちろん約分をします。計算するとマイナス28分の1と、このように計算できるわけです。今回は逆数と割り算について説明しました。逆数というのは簡単に考えれば、分数の分母と分子を入れ替えた数と、この部分しっかり覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。